27日目のドラム練習です。今日も昨日と同じ練習メニューをするんですけど、クリックカウントを鳴らさずにフリーテンポでフォームをきれいに整えていく練習をします。昨日バタバタでしたからね。フリーテンポでやるんで、すごくゆっくり練習していきます。じゃあやっていきましょう。バスドラムと手の位置がちゃんと合うように、手をちゃんと大きく振れるように、で強弱をちゃんとつけれるようにしていきます。難しい。足がおろそかになってますね。じゃあこんな感じで練習していきます。27日目のドラム練習が終わりました。今日はフリーテンポでやって、なんかいろんなこと見直せましたね。バスドラムと手が全然合わないことだとか、あとどこでもたつくのかとかも、フリーテンポで本当にゆっくりやってみた時に
結構分かった部分があったりして、で最後こうなりましたよっていう動画を撮ったんですけど、あれもバタバタだったんですよね。テンポ65なのに、っていうことは昨日やってたテンポ140なんてまるでできてなかったっていうことがもうの証拠ですよね。なのでこれから練習していくときはちゃんとこう段階を踏んで練習していこうっていう風に思いました、今日の練習で。では今日も見ていただいてありがとうございました。明日もよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひお願いします。